ヤギの乳で作ったチーズシェーブルチーズはヤギの乳で作ったチーズで基本的にソフトタイプのチーズを刺す総称。シェーブルはフランス語でヤギを意味する。牛乳とヤギの乳は全体的な脂肪の組成は似ているが、カプロン酸、カプリル酸、カプリン酸等の中くらいの長さの脂肪酸はヤギの乳に多く含まれ特徴的な酸っぱい風味のもとになっている。 これらの脂肪酸の名前は、ラテン語でヤギを意味するキャップラという言葉に由来する。温めて提供される、シェーブルチーズは、シェーブルショーとして知られる。ヤギの父は、若い人、病気の人、牛乳に、体性のない人等に飲まれる。牛乳よりもヤギの乳の方が、母乳に近いが、生育環境によって大きく変わってくる。西洋では、牛の方が一般的だが、 その他の地域の多くでは、ヤギ自地で作ったチーズの方が好まれる。シェーブルチーズは、冷凍環境が限られている場所で作られることが多い。ため、古いチーズは、腐敗を防止するために塩漬けにして保存される。結果として、シェーブルチーズ、特に、フェタチーズ等には濃い塩味がつくことになる。シェーブルチーズは何千年も作られてきており、最古の乳製品の一つと言えるかもしれない。 最も簡単なものでは、生の乳を天然に凝固させ、脱水、成形して、カードにする。乳を凝固させるために酢やレモン等の酸やレンネットが用いられることもある。シェーブルチーズは世界中の家庭で作られている。チーズクロスにカードを入れて、数日間暖かい場所に吊るして、脱水、保存した後、塩につけて皮を作り。 数ヶ月間冷たい洞窟等で保存される。シェーブルチーズは熱すると柔らかくなるが、牛のチーズのように溶けることはない。皮のついたシェーブルチーズはパンに塗るためにオーブンで焼かれて調理されることもある。フランスではロワール渓谷やポワトゥーで多くのシェーブルチーズが作られているが、この地のヤギは8世紀にムーア人によって持ち込まれたと言われている。 フランスのシェーブルチーズとしては、ブシュロン、シャビ、クロシェット、クーロン・ルロシュワーズ、クロタンド・シャビによる、ペラルドン、ピコドン、プーリニー・コール・サン・ピエール、ロカマドゥール、サント・モールド、トゥレーヌ、シャビ・シュー・デュー・ポワト、バランセ、ピラミッド等がある。ありがとうございます。